中小企業経営者の高齢化が進む中、上山市と関係団体が事業承継を支援する連携協定を結びました。この協定は市内事業者の廃業を防ぐため、市や商工会、金融機関などが連携し、後継者候補の発掘や情報提供などを行うものです。市が総合窓口となり、後継者不足に悩む事業者と後継者候補をつなぐ役割を担います。市と関係団体が事業承継に特化した連携協定を結ぶのは県内で初めてだということです。どういった気持ちでやはりこの店をこれからも残していきたいのかということを個々に聞きながらですね、その店をベストな形で次世代につないでいけるような形として、しっかりと伴走支援をしていきたいというふうに考えています。昨年度、市が行った市内の商工会員およそ600事業者へのアンケート調査によりますと、7割ほどの事業者が後継者の状況が決まっていないと回答。また、市内事業者の4分の1が自分の代で廃業を考えていると答えたということです。前向きな考えに持っていけるようにですね、本当に情報提供して、いろんなやり方があるんだなと、でそこから進めていきたいというふうに思っております。